立山黒部観光8000系無機乗電車は、立山黒部観光のトロリーバス型鉄道車両である。立山黒部アルペンルートの立山トンネルは、1971年の開通以来、ディーゼルバスにより運行が行われていたが、ほぼ全区間がトンネルという条件のため排出ガスの対流や騒音対策の課題が生じた。それらを解消するべく、1996年に、 トンネル内のバスをディーゼルエンジン駆動からトロリーバスに変更することになり、製作されたのが本形式である。関西電力300型と同様、車体は大阪車両工業、足回りは三菱自動車工業により製造されている。主要電気品は東芝が担当し、GTO 阻止による VVVF インバータ装置を採用している。 その他の仕様も関西電力300型とほぼ同様で、あるが正面や根状の標識等が省略されるなど、細部に違いが見られる。車体は全中非配置で、側面窓は逆 T 字型の半固定窓が採用された。前扉は折り戸、中扉は外吊り式の両開き引き戸が採用されている。後部右側には非常小口が設置されている。車内は、 前向きシートで、客用扉側は一人がけ座席が、ドア間に5客、中扉以降に4客配置され、非常口側には二人がけ座席が11客、配置されている。最後部座席は5人掛けとされた。冷房装置は設置されておらず、天井にクロスファンが合計4機設置されている。正面の全消灯間には、手動巻取り式の方向幕が設置されたが、側面の行き先表示は、 差し込み式となっている。1996年に8台が製造され、室戸駅、大幹方駅間で運行している。ありがとうございます。